皆さんおはようございます。今日は JRA ブリーズアップセールが行われる中山競馬場からこのブリーズアップセールの中継を行いたいと思います。午前9時から騎乗狂乱が始まりまして、一旦、比較展示が行われた後午後の1時から、競りが開始されます。今日のブリーズアップセールでは9頭が事前に欠場が発表されました。その欠場馬を最初にお伝えしてまいります。申し遅れました。私この中継でいつも解説を担当しております古谷武彦と申します。よろしくお願いします。それでは改めまして今日のブリーズアップセール欠場馬の番号をお伝えします。3番、10番、27番、38番、44番、47番、59番、64番、79番、以上の9頭が欠場となっています。3番、10番、27番、38番、44番、47番、59番、64番、79番の9頭が欠場となっています。今日は72頭が上場されるということになります。例年日高育成牧場、宮崎育成牧場の2つの育成牧場で調教が行われてきた育成馬たちがこのブリーズアップセールで競りということになるわけですが、例年やはり高度計をマークしている馬が後に活躍をしているという傾向にもあります。僕は日高育成牧場の方を、事前にも相当チェックしてたわけですが、その日高育成牧場の組ではですね、2週前に育成馬展示会というのが行われまして、そこでの一番時計になった馬というのが、26番、これが、シニスターミニスター3区ですが、チューベローズの14、牝馬です。先日フローラステークス出走した月下校の妹にあたるこのチューベローズの14が、2ハロ22秒7、最後の1ハロは11秒0というのをマークしています。それから宮崎育成牧場の方では上場番号ですと56番に当たりますかね。ごめんなさい、56番じゃなくて、58番、セイカシリアスの14、パイロ3区の牝馬、こちらは、JRA、育成馬としては結構 おなじみといいますか、もちろん八戸市場で毎年高額取引がなるお母さん、セイカシリアスの子供ということなんですが、こちらが2ハロン23秒3、最後の1ハロンが11秒6というのをマークしています。その他では、先日金曜日に公開調教が行われました。その時に、ちょっと抜けた時計をマークしていたのが上場番号48番、リスキーディールの14、シンボリクリセス3区の5馬、こちらは体もかなりシャープで、仕上がりきってるなという感じもあったんですが、この日2ハロンではですね、48番ですかね、シンボリクリセさんとの牝馬、ボバですけれども、すいません戸惑ってますね。2ハロンが24秒1、最後が11秒9と、この金曜日の公開調教の中では唯一の11秒台を馬なりでマークをしています。そのあたりの動きなどを含めまして、ぜひこの騎乗狂乱ご注目ください。また今年デビューした藤田奈々子騎手、それからベテランジョッキの高田純騎手もこの騎乗狂乱に参加をしています。あとは来年デビュー予定の33期生も騎乗狂乱に参加をしています。ちなみに藤田奈々子騎手は1クラ目の7番、そして2クラ目13番、あとは5クラ目53番の3クラに騎乗します。高田純騎手は3クラ目30番、そして最後の方ですね、7クラ目の75番に騎乗をします。
こちらにもどうぞご注目ください。午前9時から騎乗狂乱、そして午後1時からは競り開始ということで、長い中継にはなりますけれども最後までどうぞお付き合いください。それでは、競り前にまた出演させていただきます。どうぞ今日1日よろしくお願いします。